今日は Statistics for Basic Science と題して基礎研究を行うときに留意しなければいけない統計の使い方についてお話したいと思います。基礎研究、臨床研究を問わず論文を投稿して実際にそれがアクセプトされるまでの道のり、近年特に困難なものになってきました。で、多くのジャーナルでは統計家のレビューアーというのが入っているわけですけれども、これね、この黒マントを着た人が統計家かもしれませんね。または統計家というのは沼地に潜んで皆さんのことを撃ってやろうと待ち構えているスナイパーが統計家なのかもしれません。で、皆さんがこのように、さあこれから論文を投稿しようと研究をしようという時に、これらレビューはまたはスナイパーがどこを狙っているのかというのが分かれば、研究論文を投稿して発表していく上で、かなり、助けになると思いますので、今日はネイチャーセルバイオロジーから出ている統計チェックリストについてお話ししていきたいと思います。この統計チェックリストはネイチャーセルバイオロジーのウェブサイトに行ってスタティスカルガイドラインというところをクリックしていただければ簡単にダウンロードが可能です。で、さらにバックグラウンドのいろんな説明インフォメーションも載っていますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。で、この統計チェックリスト、実はよく見るとアイテムが結構バラバラに並んでいるので、コンセプトを別にまとめて、リストアップし直してみましたか。これで、これを見ていただくと、だいたいコンセプトとしては5つのコンセプトにまとめられます。統計グラフについて、ピーチと有意水準について、ランダマイゼーション、サンプル数、セレクションオブスタティスカルテスト。今日はこの5つの点について一つ一つコンセプトを説明していきたいと思います。はい、それでは、始めましょう。まず第一に、グラフ where effect size is distorted by truncation of y-axis and etc. と書いてありますよね。はい、これは How to lie with statistics という本の中に出て、真っ先に出てくる内容なんですけれども、はい、少し大変小さい差でも、これ Y 軸をズームして、これトランケーションと言ってますけれども、ズームアップすることによってかなり差が大きく大げさに表せますよね。ですからこのようなグラフの使い方やってみようと考えている人はちょっと待ってください。ネイチャーセルバイオロジーではそれはちょっとやめてくださいということで統計チェックリストに載っています。はい、次、 Were error bars absent? Were error bars unlabeled? Were the statistical measures mean standard error standard deviation etc. reported and were they clearly labeledグラフによく使われるエラーバーですけれども、エラーバーというのは、主に3種類あって、スタンダードエラー、標準誤差についてエラーバーができているもの、標準偏差についてエラーバーがつけられているもの、でもう一つは信頼区間についてつけられているもの、3種類あります。で、その、何についてエラーバーが使われたかというのを表記されていない場合が大変多いですので、このジャーナルではきちっと表記するようにということを言っています。それでは次のスライドを使ってエラーバーを表記することがどうして重要なのかということ、エラーバーが何について表記されているかということがどうして重要なのかということを説明していきたいと思います。はい、それではまず第一にこのグラフを見てみてください。グループ A とグループ B、アウトカムは何でもいいんですけれども、血圧なら血圧の平均値を比較していると考えてください。この2つのグループの血圧の平均値、有意差を持って違いがあると言えるという人、手を挙げてみてください。
そうですね、分かりませんよね。どうして分からないか。統計的優位さにはデータのばらつきというのが関連してきます。差がいくら大きくてもばらつきが大きなデータでは優位さは出にくくなりますので、それを判断するためにばらつきを示す指標ということでエラーバーをつけるわけです。それでは次のグラフで、このエラーバースタンダード、スタンダードエラー標準誤差についてエラーバーがつけられています。それではこの図を見てですか、平均値プラスマイナス標準誤差 SE でエラーバーがつけられているこの図をもとに、はい、このグループ間で統計的優位差があると思う人は手を挙げてみてください。はい、答えはノーです。標準誤差がオーバーラップしないからといって優位差があると言えるわけではありません。オーバーラップしないから優位差付きがつくんじゃないのと思われた方は、実はこちらのグラフを使わなければいけないということで、こちらのグラフではエラーバーは 95% の信頼区間について書かれています。 95% の信頼区間というのは SE のエラーバーの約2倍の長さを持つもので、 95% の信頼区間がオーバーラップしない場合は優位差があると考えていいでしょう。それでは次の図です。この図は標準偏差についてエラーバーが書かれています。はい、どうでしょうか。優位差があると思う人手を挙げてみてください。はい、これは重なっていますが、実は優位差があるわけです。どうして。標準偏差というのはデータのばらつきを示しますけれども、優位差には直接関係してきません。標準偏差の使い方は、取ってきたデータが正規分布ですね、左右対称のベル型の釣り鐘型の正規分布を取る場合は、だいたい 67% のデータの値がこの範囲マイナス、2から22ぐらいですかね、グループ A では2から22までの範囲に入っていますよということは言えますけれども、 P 値には直接関わってきませんので、優位差2群間の比較のグラフでしたら SD は使わないようにしてください。でどれを使うのということで、使うんであれば 95% の信頼区間を、使うように心がけてください。でこのようにエラーバーが何について示されるかによって、優位差の判断が全く変わってきますので、このような理由をもとにネイチャーセルバイオロジーではエラーバーを書くときは必ずそのエラーバーが何について示されているか書くようにということがチェックリストに載っているわけです。でこのエラーバーのグラフに対して最近実は違うまた別のタイプのグラフがよく使われるようになってきました。でこれはボックスウィスカーズプロット、箱ひげ図と呼ばれるグラフなんですね。ちょっと説明 してみます。箱ひげ図のこの箱の真ん中の値が中央値で、箱ひげ図の一番下の値が 25% 一番上の値が 75% を表しています。でこのグラフの目的はこのエラーバーのグラフと同じで、このアウトカムの値がグループ A とグループ B でどちらが大きいかという差を比較しているわけですけれども、平均ではなく中央値を使って同じような比較がなされています。でデータのばらつきはエラーバーではなくてパーセンタイル、四分位区域というパーセンタイルのパーセンタイルをベースにしたばらつきを使っています。でここでパーセンタイルの考え方について説明します。仮に皆さんが100人いたとします。で100人の人に私が、はい、これから身長の低い人から高い人まで1番から100番まで並んでくださいとお願いします。でちょうど真ん中に来た人の身長の値がこの中央値です。
で、一番前から数えて25番目のところに立っている人の身長が 25% 値、75番目に立っている人の身長が 75% 値ということで、 25% のところの人の身長と 75% のところの身長の差というのを四分位区域と表しています。ですから、その区域が大きければ大きいほどばらつきが大きいということができます。で、はい、じゃあこのボックスプロットを実際のデータと重ね合わせて示した図がこれなんですね。はい、見てくださいね。この図を見ると、よくわかるんですけれども、分布を見てください。このパーセント値を使う利点、ミディアンも 50% 値ですから、パーセント値です。ミディアンや四分位区域を使ったいいところというのが、実はデータの分布が実際にデータをプロットしなくても見えてくるんですね。じゃあ見てくださいね。このデータは左右対称のデータではなくて、小さい値のところにちょっと偏ったデータです。そうするとこのボックスでは真ん中の中央値、中央値がちょうどボックスの真ん中にあるのではなくて、真ん中よりも低い値にあることがわかります。でウィスカーが、こちらの上部に長いですので、こちらに、値の大きな人もここにいるんだなと、ただ全体的には小さな値の人が、多い分布なんだなという、データの偏りがすぐ分かってきます。でデータの偏り、データの分布というのは直接統計テストの選択に関わってきますので、重要なポイントなんですね。でその重要なポイントが分かりやすいグラフとして、こちらのボックスウィスカー値が大変、ボックスウィスカーズプロットが大変よく使われるようになりました。それではこちらの図を見てください。エラーバーの図で分布が分かるでしょうか。長さがプラスマイナス同じだから、あれと、これも正義分布じゃないのと思われた方、注意してくださいね。標準偏差、信頼区間、標準誤差というのは、計算して平均からプラスマイナスのところに強制的にプロットされますので、データが歪んでてもグラフとしては左右対称なグラフで出てきます。ですからこのグラフからは分布は全く想像できません。はい、良いグラフとは限られたスペースで多くの情報量が伝えられるグラフですので、やはりこちらのグラフの方が、より、サイエンティフィックなグラフかなと、思われます。はい、で、はい、じゃあここでそうですね、質問。箱ひげ図のひげは何ですかというのをよく聞きますので、じゃあ説明しますね。箱ひげ図のひげというのは、はい、このように箱よりも 1.5倍の長さ、この箱の 1.5 倍の長さの箱をこの箱の上にポコッと置いたときに、この箱の中で一番値の大きいところにひげ、箱ひげ図のひげが書かれます。からこちらの図ではこの箱の 1.5 倍の長さの箱をポコッと上に置いたときに、一番大きな最高値のところに箱ひげ図のひげが描かれます。で、この下の箱、下のひげも同じように、この箱の下に 1.5 倍の長さの箱を置いたときに、一番小さい値のところに、下側のひげが描かれます。でこのひげの範囲に入ってこないですね、ものが外れ値としてグラフ上に表されています。でネイチャーセルバイオロジーではできればそれぞれのグループのサンプル数もグラフ上に表記してくださいと、でまたできればピッチもグラフ上に書くようにということを推奨しています。はい、それでは次いきます。ピーチと有意水準、 P-values in significance level。 一つ目は Specified whether test were one-sided or two-sided。 はい、
検定が片側ですか両側ですかというのを、ちゃんと示しているでしょうかというのを聞いています。 Reported actual p-values for primary analysis、 主要評価項目について、有意差によらず、きちっとピーチの値が表記されているかどうか、はい、それでは次の2つのスライドで説明していきます。ピーチというのは、この正規分布のカーブの下のエリアのことをピーチと呼んでいるんですけれども、この場合、例えば新薬と既存薬の間で血圧を比べるというような場合に、血圧が新薬で既存薬よりも3下がりましたよというときに、差がマイナス3というのが出てきます。でちょうど差がないところを真ん中にした正規分布のこの観測された違い、3よりも大きな違いが観測される確率がちょうどこの面積で表せられるわけなんですけれども、その面積がピーチとして計算されるわけです。でこの図では 0.035 ですよね。そうするとピーチが 0.05 よりも小さいので有意差があると言えるんではないかなと思われるかもしれませんけれども、実はピーチというのは、新しい新薬が既存薬よりも効くと血圧が下がるという時に、逆に上がるという場合のエリアも考えてくださいということで、両側で計算されてきます。つまり片側のピーチエリアが 0.035 の場合は、実際に計算されるピーチは両側で0.07 ということになりますので、通常使う両側検定では有意差は検出できません。ですから片側検定の方が有意差は検出できやすい、ピーチ半分ですからね、両側よりも検出しやすいということになりますので、この論文でジャーナルでは実際に計算されたピーチが片側ではなく両側を使ってきちっと計算されたかどうかということを確認するために、検定が片側か両側かを表記してくださいということをチェックリストで言っているわけです。どうしてじゃあね、どうして両側を使わなければいけないのか、だってこの薬は血圧が上がることはないんだからと、下げられるために作られたものなんだから、こちら側だけでいいんじゃないですかというようなね質問をよく聞くんですけれども、その時に皆さんに考えていただきたいのが、皆さんと同じような研究者が、同じ薬を使って研究をこう何回も繰り返した時、または無数の研究者が、同じような研究を行った時に、たまたま、ランダムなノイズによって血圧、新薬を使ったグループで血圧が上がるということが絶対に起こらないと、いうことが確実に言えるんであれば、生物学的な理由で、言えるんであれば片側でも結構です。ただ多くの場合ランダムなノイズによって、もちろん逆の方向の差も観測される可能性はあるわけですので、ほとんど多くの場合両側を使ってくださいということを言っているわけです。はい、で次、ピーチのレポートの仕方ということで、このグラフを見てください。これは2群で2つのグループでアウトカムを比較したエラバーのグラフなんですけれども、P イコール Not Significant NS と表記されているグラフ、よく見るんですけれども、これはやめてくださいと、有意差によらずピーチの値が何であったか、きちっと記載するようにというのがチェックリストに載っています。それでは JAMA の推奨する JAMA ね、JAMA の推奨するピーチの表記の仕方をここに少し紹介したいと思います。ピーチが 0.01 よりも大きい場合、0.01 以上の場合は小数点以下、2桁まで示してくださいと。ピーチが 0.001 から 0.1 の間を取るときは小数点以下3桁を使ってください。
ピーチが 0.001 よりも小さい場合は 0.00001 とかね、2とか示すんではなくて、もう 0.001 よりも小さいという表記にしてください。で、ここで注意事項です。多くのポスターや論文で P イコール0と記載されているものをよく見かけるんですけれども、P というのは確率、P 値は確率ですので、確率は0にはなりません。ですから、いくらソフトウェアが0と返してきてくるか、これソフトウェアはスペースの関係で、P 値が 0.0001 よりも小さい場合は1と返しますけれども、実際はそれは、すいません、0と返しますが、実際にそれは0ではなくて、0.0001 よりも小さい値ですから、表記の仕方としては、P 値は 0.001 よりも小さいということで、このように示すように気をつけてください。はい、それでは次いきます。Provided alpha for all statistical tests. Discussed adjustment for multiple testing. ここで次に3枚のスライドを使って、多重検定による P 値の補正について話していきたいと思います。この例では比較群が2つのグループ、新薬と既存薬ではなくて、新薬は新薬でも3つのタイプがある場合ということで、4群の比較をしたグラフを紹介しています。これもアウトカムはヘモグロビン HbA1c の平均値ということで例として使っています。で、この場合4つのグループの比較をするときに、T 検定を使うと、 T 検定とはそれぞれの2群を比較するテストですので、何回 T 検定ができるでしょうか。ドラッグ1とコントロール、ドラッグ2とコントロール、ドラッグ3とコントロール、ドラッグ1とドラッグ3、ドラッグ2とドラッグ3ということで、6種類、6回検定が行われて、ですから6個の P 値が計算されてきます。で、この P 値をもとに有意差を 5% で表記すると、4つの検定で有意差が出たということで、皆さん論文にこう書いて投稿されると思いますけれども、その時に多く、大変多くの場合言われるコメントとして、6回も見ましたので、もう P 値はそのまま使えませんと、6で掛け算して、掛け算したものが 0.05 よりも小さいかどうかで有意差検定をしてくださいと言われることが大変多いです。で、この多重検定による P 値の補正法をボンフェローニの方法と呼ぶんですけれども、この6で掛けるという、ね、やった数で掛けるというのをボンフェローニの方法と呼んでいますが、このやり方で、はい、計算してみますと、0.001 は 0.006、0.02 は 0.12 と、 0.3 はもう6を掛けると 100% 1を超えてしまいますので、これ1と表記してします。で、これで、計算された P 値をもとに有意差をつけると、有意差は、1つだけ、3つのテストではもう有意差が出なくなりましたという厄介なことが起こってきます。で、どうしてこのような見れば見るほど P 値を大きくするという補正をしなければいけないのかということを今から説明しますね。はい、P 値というのは実際に、取ってきたデータで確認された差、またはそれ以上の差が薬に全く効果がない時にでも、薬に全く効果がないにもかかわらず、たまたま取ってきたサンプルで、実際に観測された差、またはそれ以上の差が、観測される確率を P と呼んでいます。全く何もないのに、こんな大きな差が出てしまうという確率なんですね。で、その P 値が 5% よりも小さければ観測された差は全くランダム、偶然に出たのではなくて、多分薬が
聞いてたんでしょうねということで、有意差を言っていいですよというのが統計テスト、統計による検定法です。つまりどういうことかというと、それぞれのピーチを1回計算して有意差付けをするたびに 5% の確率で全く薬に効果がないのに、あたかもあるような結果になってしまう、間違いが起こってしまう確率が 5%、 1回のピーチについて 5%、あるということですので、何回もテストを繰り返すと、例えば20回ぐらいテストを繰り返すと全く何もないのに、1回ぐらいはただの偶然で差があるということが、起こってきますねと。でそのような間違い、見れば見るほど、全くの偶然で、差があるというような間違いが起こる、ようなことを、防ぐために、ジャーナル側としてはテストをやればやるほど、有意差が言いにくくなる方向で、ピーチの補正をしてくださいと、ということで、このようなボンフェローニの方法を使って、ですから6でかけて有意差が言いにくく、なったわけです。ボンフェローニの方法とは、行った対比角の数でピーチ、それぞれのピーチを、かけなさいと、この場合6でかけなさいと、比較的簡単な方法なので大変広く出回っていますけれども、それが唯一の方法というわけではありません。ダネットテスト、ホルム法など、ダネット法、ホルム法、または最近よく用いられるようになりましたフォルスディスカバリーレート、偽発見率による補正法など、多くの補正法がありますので、ここにいくつか紹介したいと思います。ダネット法では全ての考えられうる対比角ではなくて、実験薬を参照薬のみ等比較すると、この場合1とコントロール、2とコントロール、3とコントロールというように、参照薬のみと比較することで対比角の数を減らしています。ですから、この場合この NA というのは Not Available、比較は行っていませんということですので、3つ比較があります。でそれぞれのピーチを3で掛け算していると、6で掛け算するよりは、ピーチは半分になりますので、ボンフェローニ法よりは差が検出されやすくなります。でホルム法では、ホルム法、偽発見率、この、BH 法、BY 法というね、2つの BH はベンジャミン・ホッチバーグメソッド、BY はベンジャミン、ヤカティエリスの方法というのが2つありますけれども、この3つの方法ではピーチを小さい方から大きな方まで並べ替えます。でその並べ替えることで小さいものに対してより一番きつい補正をかけて、一番大きなものに対してはあまり補正をかけないという、ピーチの順番によって補正の度合いを変えていくというのがこの3つの方法です。ですからホルム法では一番、ホルム法では一番小さなピーチに関してはボンフェローニ法と同じように6で掛け算してありますけれども、一番大きなピーチに関しては全く補正は行っていません。で2番目に大きなものは2で掛けています。ですから3番目に大きなものは3で掛けています。同じように、FDR 法の代表的な方法である、ベンジャミン・ホッチバーグ法というのは、この、全ての対比角の数を分子で1、2、3、4という小さなものから大きなものに並べ替えた順位を分母として、その分数によって、補正が行われています。出ています。ですから一番小さなピーチに関しては、ホルム法、ボンフェローニ法と同じように6で掛け算しますが、一番大きなピーチに関しては、6分の6ということで補正はされていません。はい、それでは次にもう一つの補正法、
アノーバを使った多重検定の補正法についてここで話したいと思います。アノーバというのは皆さん、2群よりも大きな数ですね、3群またはそれ以上のグループ比較をするときに、T テストではなくてアノーバを使いましょうというような話をね、よく耳にされた方がいらっしゃると思いますけれども、どうしてそんなことをするのかという説明をここでしたいと思います。実はそれが多重検定の考え方に深く関わってくるものなんですね。でアノーバは何をしているかというと、このアウトカムであるヘモグロビン HbA1c の平均値が4つのグループ、ドラッグ1、ドラッグ2、ドラッグ3、コントロールの4つのグループで同時に同じかどうかというところを比較して、そこにピーチを計算していきます。で、この時にピーチが 0.05 よりも大きいということは、違いは、検出できなかったということで、もうここで対比較には進まずに検定をしまいにしてしまいます。つまり違いはどこにも検出されなかったということから、4つのグループは同じではないかということで、もうそれぞれのところの対比較は行いません。はい、P 値が 0.05 よりも小さい場合は少なくとも1つのグループで違いが検出された、どことどこかは分からないけれども、一つのグループで他とは違う、違いが検出されたということで、はい、次に対比較を行ってもいいですよということになります。で、ここで対比較は皆さんが通常使われる T 検定などを使って行うわけですけれども、アノーバを使う利点としてアノーバで有意差が出ている場合はそれぞれの対比較に関してはもう多重検定の補正はしなくても良いというような利点があります。はい、でアノーバはこのようにグループがたくさんあっても同時に違いがあるかないか、一つでも違うグループがあるかないかを検出するテストですので、一つのピーチしか検出されません、計算しません。ですから、アノーバはたくさんグループがあってもピーチは一つで、多重検定による問題は起こってこないというわけになる、起こってこないというわけです。はい、それでは次、ランダマイゼーション Explain the method of treatment assignment randomization if anyDescribed randomization procedures or other ways to eliminate bias in sampling, in particular for experiments involving animals. ランダマイゼーションについて話をします。はい、でこの図を見てください。この図は、仮に、皆さんが、これから4日間で、実験を行うときの、計画表だと考えてください。第1日目はワイルドタイプのマウス、ワイルドタイプでさらにドラッグ新薬ですね、実験薬を使っているマウスを8匹取ってきて実験を行う。第2日目にはこれ赤で表されているノックアウトマウスを使ってそのすべて薬を投与して実験を行う。第3日目、3日目は全てがワイルドタイプでドラッグを使っていないコントロール群のマウス8匹で実験を行う。第4日目はノックアウトマウス8匹ドラッグを使わないもので実験を行っています。でこのような実験を行ってしまうとこういった問題があります。例えば第1日目と第2日目で1日目と2日目で実験室の温度が違う、または実際に研究をしている人が違う人になった、または道具が変わったというような場合に検出された差が実際にドラッグによるものなのか、ワイルドタイプ、ノックアウトタイプ、ワイルドかノックアウトの違いによるものなのか分からないという問題が起こってきますので、
これサンプリングバイアスと言います。そのようなサンプリングバイアスが起こらないために、それぞれの日でワイルドタイプ、ドランク、ノックアウト、ドランク、ノードランクとランダムに混じってくるようにランダマイゼーションを行ってみればどうですかというのをこのジャーナルでは言っています。で、このランダマイゼーションなんですけれども、コンピューターでランダムな数字を発生させてランダマイゼーションを行うというような方法ができますので、まあ、これ自分で適当にこう混ぜるのではなく、なるべくそういう客観的な方法を使ってランダマイゼーションを行うようにしてください。はい、次。サンプルサイズ。Reported N at the start of study N for each analysis. Explain reasons for any discrepancy between initial N and N for each analysis.Explanation of data exclusions, if any. はい、これは何を言っているかというと、実験に使われたサンプル、使おうとされたサンプルの数ですね、と最終的に解析に使われたサンプルの数が違っている場合はどうして違うのかと、つまりエクスクルード、排除されたサンプルがあるはずですので、どのような理由でどちらのグループから排除されたのかということを表記するようにと言っています。でこれは、ランダム化の臨床比較試験から、取ってきたフローチャートなんですけれども、臨床試験ではもうほとんどの場合、このようにサンプル数を明記するということは義務付けられていて、これは1658人の患者がこの研究に参加する資格がありました。でそのうち何人がこういう理由で排除されましたと、最終的に何人がランダマイズされて、ランダマイズされた後に何人かが抜け落ちましたと、で最終的に解析には何名入っていますよというのをはっきりと表示しています。ですから、基礎研究でも、このような習慣をつけるようにしてくださいということでチェックリストに入っているわけです。はい、次。Provided sample size calculation or justification. サンプル数の計算が実験を行う前にきちっと行われていますかというのをここで聞いています。サンプル数ですね。サンプル数というのは実はピーチに直接関わっていきます。ピーチはサンプル数が多ければ大きければ大きいほど小さくなりますから、ピーチがサンプル数が多い研究ではどんな小さな差でもサンプル数を増やせば増やすほどいつかは必ず有意差は出るということですので、統計学からとってみればサンプル数は多ければ多い方がいいわけです。ただやはりファンディングエージェンシー動物愛護協会の立場から見ますと、やはり実験が最低必要なサンプル数ですね、最低必要というのは実験前に見積もられた差を検出するために最低限必要なサンプル数を実験前に見積もってきちっと実験が行われているかどうかということで、サンプル数計算が義務付けられています。でこの表はそのサンプル数を示した表なんですけれども、例えばですね、血圧の差を2群間で比較する場合に、血圧の標準偏差、ばらつきを表す標準偏差が10だとします。そうすると2群間の差が 3×10、30、 血圧で30ぐらい大きな差が予測されているような研究では、一つのグループで、ネズミは3匹でいいというサンプルは3つずつでいいよということになりますけれども、その差が 1.1×10、11、 小さくなれば小さくなるほど、多くのサンプル数が差を検出するために、必要になってきます。で、まあ、このような表を使った計算法と、ソフトウェアを使った計算法がありますので、これ簡単に計算できます。
で、またサンプル数の計算は別のビデオでご紹介したいと思います。はい、次、Selection of Statistical Test Identify all statistical methods unambiguously Explanation of unusual or complex statistical method If statistical method were described adequately were any of them clearly inappropriate で、ここで、すべて、論文の中に、使われた、すべての、検定に対してどの方法が用いられているかはっきり明記されていますが、通常の解析よりももうちょっと複雑な解析が用いられている場合に、どうしてそのような解析が用いられたか、きちっと理由が述べられていますかと。で仮に、統計テストがきちっと表記されていても、それぞれの統計テスト の選択に関して、正しい選択が行われているでしょうかということをここで聞いています。でどうして正しい統計法を、使うのが大事なのか、次のエグザンプルを、少し見てみてください。このエグザンプルは、Y 軸に、NIH のリサーチファンド、ある、年の1999年よりも前の、ある1年で、それぞれの疾患別にいくらぐらいの研究費が NIH、米国衛生局が支払ったかというのを、プロットしています。で、X 軸はそれぞれの疾患によって失われた、平均的な寿命ということで、これ何を見ているかというと、NIH が、人命数ですね、人の命を、助けるために、きちっと、ファンディングを効果的に使ったかどうかというのを、調べた、研究です。はい、でこの研究で、相関を見ていますから、ピアソンの解析を使って、ピアソンの相関係数の解析を使うと、P 値は 0.539 と Not Significant という結果になります。同様な相関でスピアマンの相関というのがあるわけですね。でそれを使うと実は P 値は 0.0001 よりも小さくなって大変強い有意差が検出されました。次の結果です。次の例です。この例は私の共同研究から取ってきた例ですけれども、 ICU に入院中の患者さんを毎日繋毛が起こるかどうかで見て、繊毛が起こった日数を Y 軸に、3日起こった5日起こった日数を Y 軸に、 X 軸はアルツハイマー病の関連遺伝子である APOE4 の遺伝子があるかないかで2群に分けて、それが繊毛の発症日数に関連しているかどうかを見た図です。でこれ2群間の比較を行っていますから、スチューデントの T 検定できますよね。でスチューデントの T 検定では P 値は 0.4 と Not Significant という結果になりましたが、同様のノンパラメトリックテストであるマン・ウィッティの U 検定、ビル・コキさんのランクサムテストを使うと P 値は 0.012 で有意差が検出されました。このように統計テストをどれを選択するかによって P 値に大きく関わってきますので、正しい統計テストを選択されたかどうかというのは重要になってくるわけです。でこの時にどちらの P 値が正しいかということで、小さい方ということで選んでしまいますと、これはノーノーとダメですよということになりますので、統計テストの選択は P 値によらず、データの形、または先ほど言いましたデータの分布やスタディのデザインですね、研究デザインなどで決まってきますので、そちらによって正しく判断できるようにしてください。じゃあどうやって正しく判断するんですかということで、次の3つのアイテムを見てください。 Stated whether the data met assumption of the test それぞれの統計テストには仮定と、アサンプションというのが、重要になってきます。
ですからそれぞれの統計法でどのような過程で成り立っているのかというのを抑えなければいけません。でその過程の一つ ですからこのノーマルデータの分布がノーマルかどうかというのが一つの重要なポイントになってきますので次のスライドで説明したいと思います。ただ次2つも読んでいきますね。 Explained any data transformation ノーマルでない場合にデータをトランスフォームするという方法もありますのでそれがなされている場合はちゃんと書いてくださいねというのが次。 Are mean and standard deviation used to describe data set that may be non-normally distributed or when the sample size is very small? サンプルサイズが小さい場合またはデータが歪んでいる場合というのは正規分布が成り立たないことがありますので平均や標準偏差といった平均をもとに平均を仮定して使われているような統計量は使うと問題になる場合があります。ですからきちっとそこが抑えられているかどうかというのがこの3番目に言われている内容です。ですからこの3つをもとに次にデータの正規性についてちょっとスライドをお見せしたいと思います。ノーマリティ、正規性。 If an outcome variable is continuous, is it normally distributed? If your histogram form a bell-shaped curve, consider that it is normal, otherwise that it is non-normal, skewed. ということで、はい、じゃあ、皆さんのデータ、例えば血圧を2群で比較するときに、それぞれのグループで別々に、新薬のグループ、既存薬のグループで別々に、血圧の分布を見てください。でこれが釣り鐘型にきれいに左右対称に、分布しているときにこれをこのような分布をノーマルと呼んでいます。でノーマルでない場合は多くの人の値、先ほど、グラフでの例で見たように低い値で偏っているような場合、このようにこのベル釣り鐘型ではなくてちょっと歪んだ形になってきますのでこのような場合はノーマル正規分布を仮定するテストは使えません。どのようなテストが正規分布を仮定するのかというのはパラメトリックと呼ばれているテストですね。 T 検定ですとかアノーバーですとか線形回帰リニアリグレッションなどもこれパラメトリック分布を仮定した特に正規分布を仮定したモデルですのでできればそれを仮定してないノンパラメトリック方法を使うようにしてくださいと、してくださいですか。はい、それではこれを踏まえて次の先ほどのグラフをもう一度見てみてください。ピアソンのコーリレーションというのはパラメトリックテストノーマルを仮定したテストです。ですからどちらがいいかスピアマンはノーマルを仮定しませんノンパラメトリック分布がどうであれ、結果が、正確に出ると言われている、ノンパラメトリックな方法ですのでこの場合データの分布どうでしょうか。ちょっと歪んでそうですよね。小さな値で Y 軸 X 軸両方偏っていますのでどうやらピアソンは使えないでしょうということでこの場合分布を想定しないノンパラメトリックテストのスピアマンの相関係数がいいですよということでこちらを採用します。はい、ですから有意差は出ました。こちらの図の場合は見てくださいね。このボックスウィスカー箱引き図ではミディアンありませんないということはこの 75% か 25% のところに重なっているということですのでこの分布も実は歪んだ分布です。ですからこのような場合、はい、歪んだ分布でも OK であるマウィニーの U またはウィルコキソンランクサムテストをティーステストではなく使うようにしましょうとでこちらを使ってください。それでは最後から2つ目です。When the sample size is small, less than about 10, authors should use tests appropriate to small samples or justify the use of large samples, sample test. はい、ここで何を言っているかというとサンプル数が小さいとき例えば一つの検定でサンプルサイズが10よりも小さいような場合、
小さいサンプル数でも対応できるようなテストを使ってくださいと。または T 検定のようなサンプル数が多い、つまりノーマルが仮定されるようなテストをどうしてサンプル数が小さい時に使えるかということをジャスティファイしなさいということをここで言っています。はい、それでは具体例としてちょっとこの図を見てください。例えば皆さんの実験で実験薬とコントロール薬でそれぞれのグループに実験薬にマウスが5匹、コントロール薬にマウスが5匹で T 検定を行うような場合、これでサンプル数10なんですね。サンプル数としては小さいです。ですから T 検定を使っていいのかどうかジャーナル側はジャスティファイしてくださいと言ってるわけですけれども、それぞれの検定のサンプル数は少ないけれども別々のコンディションで何回も実験を繰り返すということよくありますよね。例えばこれはワイルドタイプのマウスで実験薬とコントロール薬で比べ、またある遺伝子がノックアウトされたマウスで5匹5匹で実験薬とコントロール薬を比べている、また別のある遺伝子がノックアウトされたマウスでということで、この実験では計40匹のマウスを使って、実験が行われているわけですけれども、それぞれの検定は T テストを使ってしまうと5匹5匹で、10匹サンプル数10と限定されたものになっていきます。でここでサンプル数が小さいので、小さいからやはりノーマルは仮定しにくい、ノンパラメトリックをやりましょうということになるんですけれども、そうすると実はこのような問題が起こってきます。やはりサンプル数が小さいので、パワーが出ない、P 値が、出ないと。どうやらこの図を見たら、薬によって、トゥーマーサイズ減ってるんだけれど、傾向としてはほとんど全てのコンディションで減ってるんだけど、それぞれの T 検定は10匹ずつなのでパワーが出ないというような厄介なことが起こってきます。でさらに悪いことには4回 P 値を計算してますから、ボンフェローニ法を使ってもっとさらに厳しく検定してくださいと言われかねませんので、このようなことを回避する方法として実はリグレッションの方法とを用いて、このドラッグとコントロールの差をどのコンディションでも同様に効いているようだと。だからサンプル数が不足しているのであるコンディションでは有意差が出てない、それならばもうプールしてしまえばどうですかということで重ね合わせることができます。これはただ単にドラッグのグループ5555、20匹を全部一緒にして2020の比較をするのではなく、きちっとこのコンディションによる影響も考慮に入れながら貼り合わせを行わなければいけませんので、回帰分析リニアリグレッションですね、この場合を用いてこの差の平均的なものとして出していきます。でそうすると P 値は 0.0002 ということで、それぞれの T テストはサンプル数小さいですけれども、全部をひっくるめて、なおかつ、回帰分析によって、このコンディションも考慮に入れながら貼り合わせを行うということができますので、より有意差が出やすくなります。はい、それでは最後です。Was the unit of analysis clearly stated in all comparisons? このユニットオブアナリシスを、記述するのがなぜ、重要かというと、例えば、1匹のマウスで、3回計測が行われているとしますね。でその場合に、アナリシスの、解析ユニットがその3回計測されたデータの一つ一つなのか、3回計測されたデータの平均値で1匹のマウスで1個のデータで解析が行われているのかで、実は統計テストの選択方法が違ってきますので、
か、解析で用いられたデータのユニットが一つのサンプルメネマウスから一つの値で出ているのか、繰り返し取られている値で解析されたのかを明記するようにしてくださいということです。それではこのスライドで繰り返し取られたデータの解析方法について少し説明したいと思います。ここで質問事項として Did you measure more than once from one sample? One sample ということで、一つの動物ですね、ネズミから1回以上データ取られていますかという質問が質問です。で、この図では例えばですね、アウトカムの値平均値を時間1,2,3,4時間で違うかどうか比べるというような解析の場合に、統計家がまず質問するのが、この内容なんです。であなたの答えが、それぞれのデータはこれ時間で取ってますけれども、この4匹のネズミとこの4匹のネズミ、この4匹、4匹は全く別の個体ですよというのが答えであれば分かりましたと。データは、解析に使われたデータは1匹のネズミから1つ来ているということで、データはそれぞれ独立している、つまり通常のスチューデントの D 検定やアノーバー、または線形解析モデルのような解析ができますねということになります。これもちろんノンパラのノンパラメトリックの検定法も随時ありますので、独立のデータに沿った検定方法を用います。それが、そうではなくて、実はそれぞれのネズミで4回繰り返し違う時間で取ってますよというような場合は、これはデータが繰り返し取られているというところで、その繰り返しを考慮に入れた解析方法を用いなければいけません。ですから、時間1と時間2の比較の場合は2群の比較、ただ繰り返しがありますから、スチューデント T テストではなくペアード T テスト、アノーバではなくミキストエフェクトモデルなどを用いて、その繰り返しも考慮に入れた正しい検定法を用いるようにしてください。以上です。駆け足で進んできましたけれども、これで全ての、全ての事項チェックできました。はい、これらの点を気をつけて今後の解析に役立てていただければと思います。それでは終わります。